ニュースマグビです。1月に第一子の男児を出産したばかりの滝川クリステルさん、新型コロナの影響を受け限界体制で育児に取り組んでいるようです。スポーツ紙記者によると、3月までは滝クリさんがベビーカーを押しながら高級スーパーで買い物する姿がたびたび目撃されていましたが、最近は外に出る機会も減ったようですとのこと。新型コロナは乳児への感染事例もあるので、予防には人一倍気をつけ、最近は愛犬の散歩中に日用品の買い出しも済ませているようです。ニュースマグビ